必死だね。こっち必死だから。闇の向こうにはほら青空が見えてきたよ、ほら。あ、本当だ、すごい。あ、いやー、おっ、オッケー。おこちゃんめっちゃ右寄ってた、めっちゃ右寄ってた今。面白い。見えない。いや、ほんとここが面白いんだ。トラックの後ろだからこのしぶきがすごいから、もっと宝塚ジェンヌ言ってる場合じゃねえと思う。まあ80キロ出してるからいいでしょ。眩しくない、太陽が眩しい。あー余裕、晴れたからね。高速なんて乗れねえやつ。高速乗ってる、ほらかっこいい。ちょっとさ、だからさ、右の線なんでさ書いてねえって。え、よっしゃじゃん。君って、そう、こんな音楽を口ずさむ余裕が出てきた。ほんのすけ、このトラックがさ右とかに来たら本当に嫌なんで。大丈夫だよ。何か大丈夫かじゃないけど。右は大丈夫。おい、なんでいなくなるの？いなくなると入ってくるのに。大丈夫だよ。前こっち飛ばす車はこんなとこに入んない。ほら入ってきた。おい。入れ入れ入れてめえこの野郎。いや俺さ、これさ悪くないよ。ほら悪くない。あ、今めっちゃ見やすいこれ。やべえ、ほらあれもうできたから俺さ。怖いものなくなった？確かにね。なんかそろそろあれじゃないですか、ワイパー戻してもいいんじゃないですか。戻し方がわからないってか。ワイパーって何が、これ、いやこれもう動かさなくてもいいんじゃない？今動いたよ。もうそれが見えないぐらい必死なんだ。いいこと。ワイパーが気に入らないぐらい集中してるという証拠ですな。だからさ、なんでこれさ白の線消えてんの？左の白の線見てたらいいんだよ。なるほど、さ感覚がつかめないからさ。あ、じゃあ右か。急に晴れてきましたね。眩しいよ、次は。これから晴れてくる。次は眩しいよ。感覚いいよ。やめろ。速くないこれ、スピード。80キロですか？それは高速なんだよ。今は80キロでしょ、今。おっさんなんだよ。もう余計なこと、余計なこといい。一緒なんだよ、もう今。今いいポジションじゃん。いいポジション。うん。これ真っ直ぐだよ。ちょっと左寄り。アウトだ。制限速度。全然まだまだ余裕ある。やべえ、俺マジで先死ぬかと思った。今も死ぬかと思ってるけどさ、これなら確かに目覚めるな、これ。よかった、これで目覚めてもらって。軽く右にこうハンドル切れたらこれ死ぬな。お前怖いこと言うなよ。クイってかって今やろう、真似しようかと思ってるから。本当にしますか？おいおい、なんか急に遅いじゃないかと思ったけど、そうでもない。右から伸ばしているよ。てかさ、もうさ、そう、もうさ晴れてね。そう、遅いんだ、気づくのが。遅いよね。4店舗くらい遅れてんのよ。しぶき巡航劇。大丈夫。うちちょうど。いっちいこと言って。大丈夫。同じ学科だけど。え？面白い。必死の左の方。ちょっと近くね。近い。おい。右だ右。ブレーキすんなよ。してねえか。ブレーキしてねえな。急に止まられたのか。ポンスケも止まるしかないけど、でもそんなトラックの。止まる距離よりこっちの方が絶対きっと止まるから、それはない。当たることはまずないでしょ。当ててやろうかっつって。おい、マジかよ、マジかよ。いいじゃん、あの車に俺の車を移してくれよ。面白いな。頑張ってこいよ。ふんだって。あれ毒って書いてある。気の毒ってか。うるせえ。ね、なんでこんな急に遅くなるの？急に遅くなるの？踏んでもいいよ、これ。いい？遅いよ。遅いよね。あ、これか、やめろよ、マジで。アイズワンのワンか、お前。ピンクらしい。
るでしょ。もう一回見たい、もう一回見たい。大好き。うん。よしやった。観覧車。観覧車でございます。観覧車なのか何？なんかね、サービスエリアなんかあんだよね。サービスエリアで観覧車の。そう。サービスエリアじゃなくてなんだっけな。いいな。ハイウェイオアシスだ。あるね。誰も乗ってねえけど。ハイウェイオアシス。眩しい眩しい眩しい。なんでこういうやつしかいいねしないんだろう。運転面白い。アウトレットで車電車温泉ボンネットから茨城アミ。何？昨日午後アミやプレミアムアウトレットの駐車場で軽自動車が全焼。隣の車も一部燃えます。車面白いね。いやいいね。後ろの車後ながら要注意として見られてない。今上手よ。もっと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 光るよ。眩しいね。もうダメ。もうダメ楽しませ。そうだよ。こんなの楽しんだもの勝ちなんだから。オプスオプスオプス。分かった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 。俺が悪かった。でもまだ真っ直ぐ。これもずっと真っ直ぐで大丈夫。なんでさ太陽。アクセル外していい。あ、そういうこと。踏まなくていい。ハンドラー動かす。そう、ハンドラー一応動かしといて。え、何これ、アクセルどうしてくれるわけ。アクセルでも80キロでずっと行ってくれるから。え、これ僕がブレーキ踏めば。踏めばもちろんブレーキはかかるよ。あ、素晴らしい。ずっとこれ安定で一緒してくれるわけ。そう、ずっと80キロで行ってくれる。話してる。はい、ずっと。すごいな。余裕のよっちゃん。なボタン。いや、もうタバコ吸わんやろ。吸わない今日。なんか言うとる。すげえブレーキ勝手に向けてる。そう。それが分かるあたりは。何がロブウィスパーや。してきたんじゃない？
がここで表示されてんのよ。この80キロって書いてあるところの奥に車のマークあるでしょ、見えるかな。それが車がのマークが表示されてると車を検知してますよってこと。あ、今はじゃあ検知、今ちゃんと検知してるから80キロで保ってくれてると思う。ただいまここは名古屋ですね。地帯が広がってます。こういうまたところ走るのすごいね。この先も見せてあげたいけどね。左側がすごい工場なの。慣れた。いや、それお前や。